はようございます。ていうか、こんにちは。10日も休める。あ、いかん。配信開始してなかった。で、自分の病院長で、よし。で、GoPro ミニスタートして、あとは、GoPro に時刻を見せれば、配信準備は完了。でも、ここからまだ日焼け止め塗ったり、いろいろあるんですけどね。あ、大丈夫ですかね。ありがとうございます。反射しない方向どうだ、こうか。12時30分、5時7、5時8、5時31分。よし、こんな感じですか。今日はなんか体調あんまり良くないのかもしれない。いろんな向きで撮っとこう。今ウェブカメラの上に別にくっつけてる、ビデオカメラに向かって、正確な時刻を iPhone で表示してます。これでいいかな。今日お一人です。震災前、そうなんですよ。2年前。2年前の夏にここから帰ってますね。夏休みに。天気バッチリ。あ、すまない会でいいですね。ちょっと日焼け止め塗るのは、宅急便の営業所まで今、降りてからしようかな。装備を、今回導入した防水バッグです。これで雨が来ても荷物は大丈夫。私は大丈夫じゃないが。ジッツリさんは、最近ツイートで何か見たのは、どこだった？あ、マイク繋いでないじゃないか。マイク繋いでない。そうそう、おじさんが仕掛けられたあの時。マイク繋いでなかった。これで繋がったかな。使った後、自転車より違いますね。ちょっと待った。これは、これ走り始めるとウェブカメラのマイクだからえらいことになるな。ちょっと一旦 FMA に繋ぎ直しますね。うん、これウェブカメラの方止まってればまあ大丈夫なんですよ。ただ風がちょっとでも吹くともうダメ。じゃあもう一度一旦止めます。ん、何装備？よ、そう、水没パソコン。これから、こっちにしてこうして。で、音合わせの方を、もうちょっとこれストップして、設定で入力を、あれ、入力どこだ？これでいいか、よし。OK。じゃあ、録音もスタート。OK。焦って何か間違ってないかな。GoPro の方撮れてなかったら結構悔しいんですよね。じゃあ、GoPro の方に USB 給電、これ。全然涼しくない。暑いっす。走りながら、そうですね。結構私は本当に寝ることあるんで。聞こえますね。で、これで給電開始して、まあ、ちょっと一応見とくか。発売禁止？大丈夫かな？あ、そうそう、明日雨らしいですね。明日どうしようかな。12個見て、何使ってる？コンポタ。コンポタ別にいいかな。これで、あ、そうだ、あと音合わせのためにパシッとやっとかないと、パシッと。よし。これで走れるようになったかな？あ、いらっしゃいませ。よし。じゃあ、今これ荷物が半分しか入ってないんですよ。あ、そう、むしろなんかあるらしいですね。どうしようかな。五能線の列車で、しあさって雨、ふざけんな。青池、そうですね。青池よりもっといいものあるらしいですけど、あそこ。ちょっと待ってください。あと GPS の、これ、まだルート転送してないんだよな。記録中トラックを一旦削除して、お、ローカルバスだ。何バスって書いてあるんだ、あれ。おなごおなご。あ、延長今オンにしてます。大丈夫です。ありがとうございます。GPS にログ転送してないんだよな。まあ、とりあえず宅急便の営業所まで行って、そこで、別に送っといたキャンプ用品とかを受け取って荷物詰め直します。
気温結構日向暑いですね。日陰でもそんなに涼しくないな。雨降れ、勘弁してください。でもまあ防水バッグ持ってきて、あとあのこの PC が入ってるウエストバッグの方も、あのあれ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 ですよ、あれって言ったらわかるでしょ、あれなんだっけ、あのスタッフバッグを買ってきたんで、スタッフバッグでとりあえず PC だけを中で保護するっていう感じです。ん、キリンさん、ちょっと待った、ちょっと待った、とりあえず引っ掛けないと。あ、そう、オニューのバッグです。パニアじゃないですけどね、防水。あれあれ、とりあえずこのまま焚き火のとこまで行こう。あ、そうだ、すいません、まだ準備がもう一個あった。バッグは今のところちょっとまだ分かんないですね、使ってみないと。これからあ、ゴムはちゃんと上、よっと、横手ってどこだっけ。ちょっと30秒ほど、まあいいや、とりあえず駅前に行こう。このわずかな日陰、自販機の陰で今自転車組み立ててました。で、温水筒持ってきてますよ、バッグの中に入ってます。で、2年前の夏にそこら辺にテントが立って、あ、多分あの駐車場のとこだな、あそこにあの仮設テントが立ってて、その下でパッキングして、で、なぜかあの時もグリーン車で帰ったんですよね。今日結構暑いです。37、あ、しまった、4秒ずれた、まあいいか、4秒ぐらい、よっと。ん、今日はなんて、ん、確か最後にガリガリ食ったんですよね、近くで。あと、あの時ってハヤブサ走ってる時だったかな。どっちしろこっちは通ってないけど、こんにちは。白神山地は電波あるのかしら。白神山地はないですね。あと白神山地はですね、あ、自転車は買いました、8万円のクロスバイクです。カメラちょっと下向きなのかな。あ、下向き、ありがとうございます。何かカチカチ言ってるな、何が当たってる。ガリガリ、あ、これか、危ない危ない、走りましたね。今日はライダーハウス狙ってます。今日のライダーハウス珍しいですよ。人妻とずいただきましたね、前。八郎方で。関東天気良くないみたいですね、午後から。スポンサーパナソニックの自転車、まだあのバラして部屋に置いてますけどね。もう寒い、東北は。東北寒くない、暑い。出発。よし、じゃあ なんとなくあのピシッとした感じがしないけど出発。そう、フレームクラック思いっきり入ってました。クラックってレベルじゃないですね、あれは。フレームが半周分ぐらい割れちゃってました。ご飯残したことないの。ご飯残した。宿によっては。あ、サスナシの影響はですね、段差越え、あの、こういうところで段差変わるときはあるんですけど、それ以外ではあんまり。あ、もうちょい上。っていうか、なんかこれ、あ、固定できてない。どうなってる、これ、ウェブカメラ。もしかして固定が外れたか。坂のですね。あー、やっばい、外れた、固定が外れた。あの、なんていうんだっけ、あの、あ、やばい。これはですね、あのホットボンドってやつで固定してたカメラ台座が取れちゃってますね。どうして、どうするかな、これどっかでガムテープで無理やり固定しよう。そこまではちょっと待ってください。ケーブルの方で上から引っ張っとけばとりあえずは大丈夫かな。ホースする早い、まだ駅前なのに、出発してる駅前なのに。おかしいな、今日なんかこのヘルメットが結構輪行中に衝撃受けてるな。どっかで固定の仕方がまずかったかな。とりあえず100均で3個100円で売ってる、これで。これでって皆さん見えてるのかどうかわかんないな。とりあえずこうして
上からこうやってやっとけば、左右の傾きはどうしようもないな。これちょっとかなり私の見てる方向より左側向きになります。手袋これは1000円台だったかな。ワイズで売ってる、あのワイズが販売してる安いやつ、安いやつ。マスキングテープなくなっちゃったんですよ。あの小さい巻きのガムテープ、あーマスキングテープが今売ってなくて、100均に。ホットモットですか。衛生兵画質いいな。だいぶ左向いてると思います。今これ私正面道に向かってまっすぐ見てる。赤いジャージ、こっから右行ってとりあえず能代駅の近くのこの画質で、でも大体 FMLE が途中で繋がらなくなっちゃうんですよね。なんで私の配信だけこうなるんだろうな。納得いかねえ。間違えた時 GoPro の方優先するからまっすぐ向きますよ。私はウェブカメラのためにちょっと右向いたりしませんよ。今日の旅のお供はこのビアンキのカメレオンテが旅のお供とかいうのはもういいですか。そういうのはそんなシャラ臭いですか。あ、ズーム延長 OK です。ありがとうございます。こちらのが可動いい感じですよ。カメラ振っても、横。朝な何がなんて。上、ああ。よいしょ、こんなもんか。働いてれば旅行費はつきません。あ、つきるってあのなくなるのつきるか。秋田県速度維持、あれですかね、あのアンドロイドの自転車配信の人が最近結構、あの日本一周の関さんも含めてそうですけど、あれは動きに弱かったりするのかな。今日の見どころは、県境ぐらい、県境、まだここは秋田県で、この自転車での旅行は、一泊はもうこの間やりましたね。あ、揺れてる？あ、ブラブラしてんのか今ウェブカメラ。スピード全然わかんないです。スピードメーターつけてないし。ちょっと待ってください。田沢湖は前回2年前に来た時に寄りました。朝何時は5時半。ちょっと待ってください。その日陰で。どうなってんだ今。ちょっと待ってくださいね。どうなってんだ。じゃあもうちょっとガムテープで補強しよう。よいしょ。ちょい待ち、ちょい待ち。よいしょ。よいしょ。厳しいなこりゃ。よいしょ、こんなもんかな。やばいですね今日は。やばいやばい。いらっしゃいませ。そう、高い真鍮ベル1000円ぐらいだったかな。こんなもんか。これで今グラグラしてないですね。どうしようかな、これホットボンド途中のダイソーで買うかな。確かダイソーでホットボンドのあの射出器も含めて300円プラス100円で売ってるはず。装備チェック、ま、やっぱりこのことが弱かったんだな。とりあえず買っとくか。今日ライダーハウスであの電気が使えれば。今ガムテープであの無理やり固定してます。この状態あまり長く持たないと思います。ダイソー、いや確か途中に1箇所あったはずなんですよ今日のルート。
あとこのスイッチバックのせいか、持ってきた。線路2つまたぎましたね今。カメレオンの印象、いろいろパーツを 3M さんお世話になっております。五能線、あのさっきですね、東の城についにあのリゾート白神っていう、あの全車指定席の快速列車乗ってきたんですけどね、すごいリゾートっぷりでした。で、あの東の城駅に着いた時に、あのこれが東の、あ違う違う、五能線の起点駅って書いてあって、なんか駅員さんが 5,6 人出てきてて、あの垂れ幕、ようこそ五能線へっていう垂れ幕と一緒に記念撮影するための時間が設けられてました。で、何人かその駅員さんに囲まれて、で駅員さんが写真撮ってくれるっていう、そのカメラ貸してくださいっていうことで、盛大なお出迎えですね。そう、お出迎え、なかなか面白かったですね。で、私は結局これでまだ五能線に乗ってないことになる。接着剤、くっつけるのが難しいんですよね。いや、私は旗からその写真撮っただけなんですけどね。速度は多分変わらないと思います。あ、いきなりダイソーあった。あれ違う、ダイソーじゃない、ダイナムだ。ダイソーじゃなかった。ダイっていうカタカナが見えたからあれだと思ったら、こんな近くにはないですね。プリンスロボさん、プリンス、ダイナムってなんだ。あ、パチヤ。あ、今最初のコメントのパチヤ、そういうことか。ダイナム行って、すいません、グルーガンください、ホットガンください、ホットボンドください。なんかあの色も虹色の文字でダイソーに似てるんですけどね。ダイナミックダイクマ、ほらなんか似てる、ダイソーと。で、すごい車ですね、周り何もないのに。いや、何もない失礼だな。まあ、この辺にたどり着いて、ようやく市街地だって言ってガリガリ君探したんですよね。金をドブに捨てる、色似てましたよね。海は一応今向かってる方向海です。あ、そうそう、あの高知地方に来ると地方の配信でよく聞かれるのが、軽自動車が多いっていうのと、あとコンビニの駐車場がきれいっていうのがものすごくよく言われます。でも逆にあの都心の方でそんなにあの重自動車が走ってるとは思えないんですけどね。早速息切れてる。今日はこれから50キロ走らないとライダーハウスの場所まで着かない。あ、そうだ、ライダーハウスの話言ったっけ。あの自転車乗りだけライダーハウスとして使える宿なんですよ、民宿なんですけど。で、昨日電話してみたら、今日お客さんが来てるんだけど、今日というか、まあ明日って、昨日聞いたから明日って言ってたんですけど、明日お客さんがいらっしゃるけど、まあ一人ぐらいだったらなんとかなるっておばちゃんに言われました。そう、ライダーが来た場合に、オートバイの場合には8400円の1泊2食料金になるそうです。この止まったのは電波なのか FMLE か。専用だけど、まあいつも止まれるとは限らないみたいですけどね。プライマリーかな。ライダーハウスの下りから、あ、復活した。とりあえず飲み水補給かな。あ、まだ止まってます。お、犬止め。ダメかな。ちょっと。
これはちょっといろいろまずいな。ネット。あ、それは電波か。電波かな。とりあえず、ようさん。より、ます。北区町。走ってるときに。では、一時的に、出場配信で、よいしょ。ないから。打てるか。仮面ライダーも多分。こう。どうだ。あ。どうかな。死んで。ああ、上り速度いってないな。とにかく、買い物してきます。
このぐらいかな。このぐらいでいいか。半島今日今回行けるかな。九個。延長できてましたよね。全く行ってないのか。10日、持つのは何がかな。出荷しとく。あ、そうだ、これしか入れるもんないや。積み直して、先も使おうか。持つ内臓系苦手なんですよね。食えないことはないけど。あと GoPro 向けにパスタ買ってきました。木は打ち間違いなり。とりあえず動くか。つねなおしかんりょうぎちゃと。電波どうなるかなと。よし。うん、なんか落ち着いてきたんだ。うん。前来た時も電波良くなかったんですよね。ああ、どういうことか。そうなる可能性ある。土田か。とりあえず今日は50キロ北上してしまわんと。まあ野宿でもいいんですけどね。うん。ああ、能代の市街地ですね。延長できてますよね。できてますよね。はい。あ、五？よいしょ。ポンポン。
もう一遍接続。延長できてますけどね。このとこのサイドのなんかバーが外れかけてきてて、この PC もいよいよやばいです。つながれ。配信が終了しました。これでいいかな。自動無料延長を開始します。今一瞬だけ、お、あー、列車の音が、しかも今の1両だな。結構変わった。あとは音だけですよね、また。よろしくないな。映ったの一瞬だけですよね。多分。帰りました。調子良くないな。急に。あ、これはあれか。さっきなんとか、お名残祭りって、あ、そこにお名残って書いてある。有料パーキング、お名残。今日のイベント向けの案内か、これは。しかし電波悪いなぁ。祝報、あ、祝報。お名残。お名残。一回終了してた、こっち。イノスさんって前、どれの時だったかな、放送中で一緒に走ったのは、放送中に一緒に走ったのは、みなとみらいの時だったかな、の方がちょうどこっちに来られてるらしい。あ、GoPro つけてます。首、あ、ですね、あの、大変ですね。ケース、逆コース、逆 GoPro はできるだけ軽い状態でつけてるのと、あと重心を頭のてっぺんに合わせてるんで、だいたいので、なんとかってとこですね。ダメだ、放送になってないな、こりゃ。出重視、いや、出重視じゃない方なんですけどね、今、通常配信なんですけど。はあ、調子悪いな、いきなり。東反応？右ビキニの話は、前来た時はどっかの海岸が、で、海水浴客いましたね。ここはまだ飽きた。ビキニのハゲ。え、紙芝居ってことは絵は少し来てるのかな。あ、150、なんか詳しいですね。鳥ガラさんは淡路島でしたね。なんか市街地になってきましたね。10日もフォローします。申し訳ない。もう飽きました。飽きました。紙芝居だけど断続的に電波悪いですね。あ、軸映ったのか。紙芝居なら多分漏れるだろうと思ったのに。天気、明日から天気悪いらしいですけどね。今日はありがとうございます。いや、予定は何もないです。私も未だにまだ青森は踏んでない。これ野城駅かな、この辺り。大事な営業は天気崩れるらしいんですよ。駅前だな、この辺りが。ちょっと見ちゃう。タッピーとまあどちらかになりそうです。10日間かけても意外と行けなさそう。うん、ダイソー確かありますよね。雨降ったら、雨装備も今回完璧になっちゃったんで、荷物に関しては配信はできなくても進めるかも。あ、ダイソー近くですかね。まずは、おお、テント積んでます。あ、今持ってないけど、今から宅急便の営業所に送っといたテントとか受け取りに行きます。
え、何感覚？今ラジアメ感覚って聞こえたな。まさかあのラジアメのことじゃないよな。ちょっと待ってください。宅急便の郵送どこだったっけ。ですね、確か橋を渡った先だからまだか。あれ橋はあれどこだったっけ。宅急便国道沿いのどこだっけな。これじゃない。あ、確かこの辺りじゃなかったっけ。で、電波が、地図もまともに見られん。行くかな。5秒で駅前くらいだけど雰囲気は伝わる。五の線沿いのつもりです。ラジアメ。どこだっけ。確か橋渡った先だったよな。ちょっとコメント早いな。まだですよね。何日前。昨日の朝。潜りだろ。知ってる人いないでしょ。そう、走ってる子。途中から斉藤ひろみ。今、ラジオアメリカンって言ったのは、大半の人わかんないから一応説明しますけど、昔ナムコ、ゲームメーカー、今バンダイナムコで、昔はナムコ単体だったんですけど、あ、受信されましたね。ナムコが提供してたラジオ番組です。ナムコのゲームの効果音が使われてたりして。そうそう、あ、深夜でしたっけ。あれ何時頃だったかな。ラジアメの話。年齢層むちゃくちゃ高いですよね。30後半より上かな。で、今映ってますかね、駅前に。これが生ハゲじゃなくて、なんだっけ、なんてたっけ、なおざりじゃなくて、お祭りの、釣り吉三平の里ってあるんですか。私はまあ、当時、もうゲームが中心でしたから、世界の。山車と書いて山車ですね。あとバスケの街の城って書いてあるの、これ前来た時見たんだったかな。で、今の配信じゃ伝わらないか。あ、吉田照美は知らないです、私は。何ラジオ。寝た。そう、バスケの街。ここか。すでに振り返り。電波良くなってきたらまた FMLE にも試しますかね。今日は FMLE が切れたわけでもないのに。戦車ゲームは鹿児島で進めてやりましたね。あ、お名残か。お名残、なんだろう、夏の名残的な意味なのかな。秋田、そうです、2年前です。あの時はこの小鹿半島の方の誠慎吾さんという人に案内してもらったりして。お名残祭りどうしようかな。夜列車で見に来ようとしても、列車が本数少ないからちょっとこっちに来て、またライダーハウスの方に戻るっていうことができるのかどうか、後で時刻表見てみよう。だいたい着くのもそんなに早くは着かないと思うんで。小鹿半島は寒風山に登りましたね、前来た時は。ああ、結構でかい祭りなんだな。準備がすごい。あ、雰囲気。秋田はまだ来てない。マジレス。あ、マジレスっていうのはネット用語でですね。あ、そう、トイレの表示とか。ナマハゲには一昨年来た時に会いました。いや、実物には会ってないな。あの巨大ナマハゲの像には会いました。何がありますか。なぜ倒れている。倒れている。あと、もう場所取りしてるんだ、これ全部。ゴザが敷いてあったり、椅子が置いてあったり。バナチタンの呪いに気をつけてね。バナチタン行っちゃいましたね。駅前でこれはおかしいな。
放ってたのが、あのクラック入ってもう復帰ほぼ不可能っていうのが分かった時に、予想外になんか残念だったんでびっくりしました。残念というかあのショックな感じが少ししたんで。新しい自転車なんですか？新しい自転車はビアンキカメレオンテ3というクロスバイクです。84,000円。昨日のツイートの方はどの方でしたっけ？昨日のツイート、なんか今日になってツイートたくさんもらったんで頭の中で混じってるな。あ、昨日確か応援というかあの無事故出て書かれた方かな。あ、自転車はですね、私のツイッターのアイコンの拡大画像を見ると多分わかります。あ、ありがとうございます。緑ガメ法をディスってた？緑ガメ法？緑ガメメソッドってことか。ん？自転車の人、あ、本当に？今ここでってことですかね。まあ、もしそのつもりだったら近づいて来られると思うので。私は宅急便の営業所で多分 2,30 分ぐらい停滞します。荷物を受け取って詰め直してバランス取って、あと日焼け止め塗って、あと GPS にルートを転送してとかいろいろやるので。あ、大和行きます。黒猫大和の営業所、なんて言ったかな、野代なんとかセンター。あの地名がすごいんですよ。悪い土って書いて悪土って読むのかな。橋渡った先ぐらいのところにあったはずですよ。八幡平も大和と呼ぶらしい。佐川かと思った。ロボさん、朝の腹痛はどうなったの？あ、朝の腹痛の余波はまだあります。まだちょっと力が出ない感じです。アクトって読むんですかね。あとアイヌって、あ、青森もなんかアイヌの地名とかあるのかな。下痢か。あ、まあ下痢ですね。画面はかなり動いてないと思います。グリーン車良かったですね。さすが3000円高いだけのことはある。悪道、あ、十和田湖行きたいです。まあ天気によってもあのどれだけ進むか変わってくるんで。アイヌ語本当ですか？初めて知った。遠い。あ、ライブ振り返り、それ振り返ってないと思うな。恐れ山の方どっちにするかなんですよね。津軽半島か恐れ山のある下北半島か。向こうが国道の端でって、今映らないか、スライドショー状態だと。向こうの国道沿いの方にポンポコさん、国道沿いの方にあの焚き火の営業所がある。大和ですね。ふぅ、うわ、今日は新幹線の中で4時間ぐらい、3時間以上か、3、4時間寝てたんですけどね。今回の通信は何十日くらいの予定ですか？何十日？一十日。下北半島、まあそこまでたどり着けば夜かもしれないです。途中だったら。国道沿いなんで、こっからもこっちに入ったらいいかな。マグロか。下北ってマグロなんでしたっけ？エシュロン攻撃しますか？エシュロンってなんだっけ？あ、若干向かい風かな。お、懐かしい道、わらわら。ん？懐かしい？大間のマグロ、あー、聞いたことあるかな、どうかな、あんまり自信ない。なんか金魚のあれみたいなのが点と点くっついてきてるな。あ、そうか、もしトツの人がいらっしゃるんだったら、あんまり変な道通るのもあれだな。まあ宅急便営業所に向かってるってことで、あ、まあ、ことでって口頭で言ったってその人には伝わらんか。
ロボさん、移動速度上がってるね。移動速度、いや、上がってないと思いますけどね。まあそれも、あの、速度メーターついてないんで分かんないんですよね。ビアさんという人なのか。黒い自転車なんですね。うん、そう、黒い自転車です。黒いクロスバイク。ロボさんの方が速い、笑。ん？ロボさん、おはようございます。あ、おはようございます。もう昼過ぎになっちゃいましたけどね。黒いとスズメバチが寄ってくるよ。黒いとらしいですね。クマに似てるからという、あの、本当かどうかわかんないけど、そういう話がありますね。ママチャリとかも乗ったことあるんですか？うん、ママチャリ乗ってました。コンポタージュは賛否両論みたいですね。 iPhone 出ますね。買うんですか？内容によって。黒は弱点と認識されるかららしい。弱点？頭だからか。今これはママチャリは乗ってましたよ。11年前まで、うん、12、3年前か。ここから左に入っていったら国道か。俺の黒い車はスズメバチにガンガン攻撃されたことある。攻撃、針が貫通したりするのかな。蜂の巣狙う人間の頭髪の色という説もある。その色、うん、実際どうなんですかね。あ、元の道路出た。まあ、こっちに行けば国道ですね。10日間配信はできるだけ、の、ツイッターで検索されてるのか。野宿半分ぐらいしていくんで、その時は充電できないんですよ。なので、今左向かってます。なので、配信できない日はあるかもしれない。今日は、体に力が入らんな。家族、本当ですか？でもまともに配信できてなくてすいません。最近なんか GoPro 撮れてればとりあえずいいやとか思ってしまうようになってしまった。野宿自体はまあ大変ではないんですけど、いや、お腹減ってるわけではないです。さっき駅弁食いました。神ヤクドですよね。かっこいいですよね。ニコ生ケイシ。ケイシ。あれ、まだ役年でしたっけ。そう、 GPS ログ取るのが、だから GPS ログが取れてない状態ではとても走れない。で、前それでこの GPS が台座から外れなくて、電池交換したいけど台座から外れなくて 2,3 分なんか苦闘してましたね。夢を、まあ、私自身が楽しければいいんですよ。まずは電波というより確か海沿いは一応フォーマのエリアが断続的にあったような、まあ、切れるとこありましたけどね。宅急便どこだ。通り過ぎてないよな。あ、通り過ぎてた。あったあった宅急便。ローソン側です。ローソン側ですね。後ろ。さあ、でも依存症っていう、この間なんかのコメントでちょっと気になったのが、なんだっけ、ロボさんはいい人だからロボさんの真似してれば大丈夫っていうのを、冗談なのか嫌がらせなのか本気なのかわからないコメントの書いてる人がいましたけど、なんか盲目的にそういうのやるのは良くないと思いますよ。対象が何にせよ。弓道。お、宅急便自販機。しじみですか。私が見せたいのは私じゃなくて自転車旅行の面白さなんで。本日の見どころは県境ぐらいしかないです。じゃあ荷物取ってきますね。なんか、うん、宅急便で荷物取ってきます。教科書、ちょっと待ってくださいね。じゃあ受け取ってきます。
何か見えた？今あの焚き火の営業所で先に送っといたキャンプ用品を受け取りました。でこれをバッグに詰め直して、で箱はここで処分してもらいます。その前にお茶。なんか腹に力入らん感じだな。腹減ってるわけでもないのに。自転車はですね、防水バッグ、ロボヘラー、あの輪行袋っていう袋に詰めて列車に乗せてきます。そう、この福岡のやつは確か実家に帰った時のやつかな。よし、じゃあ生姜ですか。こっち生姜とかなんか、これは今から中に見せますよ。職員さんいらっしゃいませ。怠け者かって言われるとまあ否定はできないな。防水バッグ左右で1万ちょいぐらい、海外から通販で買いました。ちなみにこれ日本じゃあのディストリビュートしてないモデルらしいですよ。この表面がツルツルじゃなくてちょっと布っぽく見えるやつ、けど防水。あ、ようございます。住所、あ、今なんかまた忘れてたな。まあ住所バレたって別に死にはしてないんですけどね。配信では見えなくて GoPro の方では映ったかもしれない。外通よいしょ。銀行袋、ああ専用の袋っていう風に一応指定はされてるので、ルール上はやっぱり一応専用の袋買った方がいいと思います。そのあたり、なんか緊急時にはゴミ袋でいいという人と、たとえ緊急時でもゴミ袋は許されんっていう人がいて、そのあたりはずっとなんか宗教戦争みたいに決着つかないままずっといがみ合ってますね。私はまあ緊急時だったら やむを得ないと思うんですけどね。でも緊急時じゃなかったらできるだけ駅員さんとかに負担かけないように専用の袋を使うべきかなと思います。さて、サドル、そう前のやつ、これ同じモデルがないんですよ。もうで似たようなやつを探してるんですけどね、今一つぴったりそっくりなのかない。サドルも、あ、破れますね確かに。ブロッコリー、あ、サドルブロッコリーネタか。あと今回あの電池式の LED ランタン買ってきました。2000円ぐらいだったかな。もっと、まあこれは実際役に立つかどうか分かんないんですけど、一応とりあえずはまだ分かんないです。うん、そうそう、そうそう、よいしょ。カリフラワー、値段の差は、いや、あーでも確かに軽さはちょっとだけ違うかな。ゴミ、野宿は1日おきの予定です。1日おきに宿に泊まって充電したいところ。今日はですね、十二湖駅っていうところの近くというか目の前らしいんですけど、あの青函荘っていう静かに見る層があって、層があってなんだ層って、そこで、まあ、気楽というのは確かにありますね。41歳、ためか。ちょっといろいろこの、外バッテリーは、接触は特に問題にならないですね。普通は私が使っているのはエクスパルビクターっていう、あとは18000XP だったかな、 XP18000 だったかっていうキーワードで検索すると出てくる外部バッテリーで、18000mAh、ボルトは何ボルトだったかな。あれってなんか18000とか数字だけ先行してますけど、何ボルトかっていうのも考えないと実際の容量は計算できないですよね。しかも実際に使えるかどうかっていうのはスペックだけじゃ分かんないしな。設定がおかしい。なんの？こっちはキャンプ用品を基本的に詰める感じで。あ、バッテリー。12個。ああ。遊びに行きます。明日はですね、12個のあたりに、宿は同じところか、まあ、近くの別の宿泊まるかして、ため通し。で、もう片方も詰め直さなきゃいけない。今日、そうですか。よっと。
画角映った時に、あ、画角が狭いって話か。バッテリースリー、あ、バッテリースリー知らないです、見たいな。うん、カメレオン系っていう自転車です。フォントサス、もうこれついてないですからね。とりあえず全部こっちに出してしまって、あ、電気度、なるほど、私もそうですね。紙パック麦茶買いました。今回入れ物があるから、詰める先があるから1リットルのパックが買える。で、右側は衣類と、それは死ねってことか、死ねってことか。ん？明日の？コイル充電。PC が省電力にならないと多分無理だと思います。よいしょ。着替え詰めて、その上から、着替えは比較的軽い方なので、重めのバッテリーとか、あ、そうだ。あれ？あれ？あ、そっか、この衣類袋がなんか、ナスネ、あ、まだ買ってないです。だからナスネはキーワードで自動的に番組録画し続けるということがどうもできなさそうなんで、もう人のこと専用機買おうかなという気になってます。これ予備バッテリー、埼玉、こっちがあの PC 動かすための1万8000っていう数字のやつ、こっちがあのパワーポンドっていう最近5000円台で使える、これも1万ちょい、1万2000mAh、 3.6V の、なんか最近やたら、あ、スマホでなんかやたらこの放送のあのニコニコ市場にどこでも登録されてる、やや怪しいんですけどのパワーポンドっていうバッテリーで、今回これ2種類 ×2 で4本持ってきてます。高い方のバッテリーは1万6000円ぐらいかな、安い方のバッテリーは6000円弱ぐらいで、怪しいんですよね。イエス、4本。自転車前のひびが入って使えなくなっちゃったんで、乗ってると多分途中で真っ二つになると思います。あ、ポタファイ外れた。何時間はですね、どうかな、全部フルに使うと24時間いけるかな、いけないか。まあバッテリー2組持ってきてるうちの1組だけ使って6時間はまあいけますね。お、こんにちは。パソコン、そうなんですよ、スマホでできたらいいんですけどね。そう、金かけてます。うん、青森県初めてです。で、まだついてないですけどね。ビッグマグナム、ビッグマグ、マグナム号とかつけんな、勝手に。あれは島戸城号だから。で、キャンプ用品の方に買ってきたレトルト系のやつとか、うん、まだ青森じゃないです。カロリーメイト入れて、ご自慢のフライパンは後かな、まだ。あと、整備油、ルブリカントとか、鍵とか、パスタありますよ、買いました。あ、そうだ、パスタは一緒にしとくか。そう、ちょっと時間かかります。自転車支えはまたちょっとしばらく、数十分後、10分20分後かな。うん、ガスはあの荷物では宅急便で送ったらまずそうなんで、これは自分で持ってきました。100均のやつ。これからですね、これからの移動は自転車で。10日、私は毎年設定、あ、わかりました、通常以下略された。ちょっと待った。新幹線はまあ自分で持ってる分にはいけると思いますよ。よいしょ、スライチで。今日ですね、あの自転車、あ、昼ご飯は駅弁食いました。今は荷物を詰め直してます、宅急便で荷物受け取って。で、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください、ね、この詰めんところが地元の駅出てくるときに、あの後ろのギア、あのスプロケットのとこです、ズバッとあの爪の奥の方に歯が生えちゃいまして、しばらく流血してました。列車には乗れてます。
でも今回意外と危なかったんですよね。振り返り配信で今日流血しちゃったんですよ、早くも。で服とかバッグとかあちこちになんか血痕がついてるんです今。中指、あこれ、あこれはですね、あのさっと外せるようにです。あの裏返して外せばいいんですけどね。産むからできるだけあのできる限り水で洗ったんですけどね。よいしょ。奥さんに赤チン用途チンキ、そう、みすぼらしくないんですよ今日は。なんとどっちの、これとこっち入れてしまってお茶飲んでしまうか。これさっきあのリゾート白神の中で購入したお茶でも飲みきれないな。でこのバッグは外にポケットがついてないのが欠点ですね。うん、今日一人です。素晴らしいのはどれだっけ、オイル、血管の中オイルは。じゃあこれを蓋閉めて、虫はまあ腹痛はですねまだちょっと余波がある感じです。もうトイレに駆け込まなくてもいいぐらいの状態にはなってるけど、まだん、ああこれこれ焚き火のやつですね。で PP は朝そうでした。朝は死ぬかと思いました。本当になんかあのこの旅行とかも会社もそうなんですけど、遅刻できない時に列車の中で払いたいなると地獄ですね。でこの世のヘルですね。よしで上の上に、うん、送りました。いや払い、朝の払いと私よくあります。入ってるから汚いな。なんか昨日何食ったっけな。昨日の夜は駅であの駅そばで豚しゃぶ、最近関東の駅そばで出てきてる豚しゃぶのやつ、辛いもの、あ辛いもの、ストッパー、うん、それか豚か温野菜。温野菜ってよいしょ、松屋で。よし、やっと積み終わった。積み終わってここから日焼け止め塗って、ウェブカメラをもうちょっと固定して、あと何するんだっけ、 GPS に力転送か。とりあえずあの箱捨てできます。ん、アルネーター、ちょっと箱処分してもらってきます。黒猫っぽいんよ。ちょっとあの今から日焼け止め塗るのでもう少しお待ちください。どこ置いとこうかな。ちょっと少し離れたところにカメラ置きます。
すみません、お待たせしました。日焼け止め塗ってました。あとは GPS に今日のルートを転送しないといけないな。ちょっとお待ちください。今塗り終わりました。あ、そうだ、こういうところ。そう、これ一遍ウェブカメラ切らないとダメか。 GPS ログ転送するためには音声はこのままにして、ね、今のところ意識してないですね。ここのしか、南半球。今日は十二湖駅の近くです。うん、焚き火自販機中身は普通でした。日焼け止めすごい、あ、日焼け止めじゃないや、日焼けすごいですよね。ちょっとオイル休憩と、あと GPS ログ転送休憩、列車の中でやっててよかったんですよね。うん、準備運動的な距離です。そう、目が、そうそうそう、ん、ちょっと待ってください。うん、見られた。紫外線でってことですかね。あとやられるとどうなるんですかね。あ、荒川、いってらっしゃい、ありがとうございます。よいしょ。アイウェア、うん、山、よいしょ。いつか目が、目が、スカイ。じゃあちょっとこれからですね、まずは GPS ログを表示しないといけないな。目には、設定、どこだろうな。あと今の転送速度は、あ、ひどいなこれ、100出てない。あれ、あ、来た来た。サングラス、UV だけカットするような、っていうか UV カットのレンズでは確かあるはずなんだけどな。目出し帽、目出し帽。ちょっと今 GPS ログを、電波悪いですね。あ、そうだ、ダイソーにもやらなきゃいけないんだ。進まねー。夕方6時ぐらいまでには宿に行かないと、そこで食事を、そこの中、一般客向けの食堂かな、で食事をすれば確か無料で泊めていただけるらしいんですけど、もう家に、まだ早い。あ、サングラスですか。あ、抜いちゃって。うん、ハタハタはさっき駅弁で食いました。うん、サング、またそういう、今日泊まる宿は結構珍しいですよ。うん、動く。ちょっとじゃあ画質採点しますかね。ちょっと待ってください。プログラムを保存する。で、表、目的地まで何キロ、目的地までまだ50キロぐらいあります。ちょっと待ってください。保存フォルダを開いて、 PC が表、ん、いつ頃、いい、久しぶりです。ん、何、そうじゃない。よっと、あれ、そう、日が暮れる、全くです。それかな、これを、あ、いいか。じゃあちょっと映像を一旦切りますね。うん、青森はきりたんぽだっけ、あれ、秋田か。そう、私の50キロは結構大変です。黒猫です。
今ちょっといろいろ準備中なんでちょっと待ちよう、はい、早くつながれ。砂糖ですか、いぶりがっこっていうあのいぶったやつありますけどね。なあ、いぶりがっこ2切れだけ入ってました今日の駅弁に。ホタテソフト、そう今日寄り道できないんですよ。ガーミンの GPX フォルダーにコピーして、あ、わさおって確か犬でしたよね、確かパンフで見た。よし、転送できた、やっとできた。サンバイザー、よし、じゃあ映像今からつなぎ直して、備蓄、あ、備蓄サイクルスト、備蓄って何のことだろうと思ったら、じゃあですね、こうの設定で、入れて入れない、解像度を優先してカメラモードを選ぶ、どれだ、今これで登りがこれか、これでも関係ないか、コマ重視にすればいいのか。変わりました。あと音声を最大にしとこうかな。音質はカクカク、これでどうですか、画角がこれで狭くなってると思いますけどね、これでいけるかな。とりあえず何が起きてるか分かる状態であれば、 ありがとうございます。あまり最近やってないんですよね、旅行に行く頻度が少し下がってる。ん？どこが？よし、これでいけるかな。じゃあ、もっと危ない危ない。荷物を詰めて、顔を。とりあえず GoPro で撮れてますからね。ちょっと今回荷物が、いくらなんでも多すぎたかな。雨装備も全部持ってきたからな。で、これをこうして、こうして、これちょっと、なんていうか、標準的な締め方だと、この荷物を一緒に、後ろに積んでると、アクセスが悪すぎる。やっぱり上に積むと干渉するな。なので、黒猫の自販機、黒猫は売ってませんでした。あ、そうだ、黒猫、ていうか猫で思い出した、思い出したけど別に今言うことでもないんだけど、昨日の夜は変な夢を見ました。私の、あ、微妙ですか、ありがとうございます。送り返したらそうなんですよね。おお、重たくなった後ろが。ハンドルですか、なるほど、それもあるかな。今出発しました、もう一度、もう一度っていうか再出発しました。さっきの、そうですか、さっきとコマ数変わらず画質落ちてる感じですか。H264 は FMLE の設定ですね。さっきの方が良かったですか。あ、じゃあ戻しますか、ちょっと信号が立ってから。あれ、今ローソンはどこを映ってた。カラスカラス、今走ってはいるんですけどね、映ってないのか。ローソンありますね。ポンタカード。ですか。こうして。
今はですね、66ぐらいですね。で、今切れたか。今上り速度は66ぐらいです。かなり悪いですね。難しいなこれでさっきの設定に戻しました。これだと前の画質に戻した方がいいかも。前の画質に戻したつもりです。その後彼を見た者はいない。難しいの、なんかすでに難しいの、その言い回しは。トマトの旅にそのコメントありますよ。あ、マックスバリューだ。レン。チェーン。始まったばかりですが、19日くらいの振り返りが非常に楽しみ。19日、遠いな。19日は水曜日ですね。椅子と思い出す。ん？何を思い出す？椅子と？ ISDN？あそこにマックスバリューがあって、ダイソーどこにあるんだったかな。確か途中にあるんですよ。しょ。通りましたかね。なんか向かい風だな。あ、ダイソーあそこだ。マックスバリューの隣だ。すいません、またしばらく停滞します。右手に見えてくるマックスバリューの向こうがラストダイソーですかね。いや、近い人は離れていってるみたいですよ。特になんかトットがそういうわけではないみたいです。食材はとりあえず今買って持ってるから、ダイソーでホットボンドだけですね。このウェブカメラ台座固定のための。でも余計な荷物が増えるな。出費も余計にかかるけど、まあ400円ぐらい。グルーガン本体が300円って で、隣ですね。行ってきます。じゃあ今ダイソーのちょっとこの日陰止めさせてもらおうかな。こっちは美容室だけど。あとマックスバリアも、明日のルート上にも確か、明日っていうかこの先何十キロかにもあるみたいです。ふう、体調よくね。いや、映像そうみたいです。2時か。ダイソー、可能性ありますね。じゃあ津軽市に行ってきます。この辺は至る所に
だいぶお待たせしました。中は広くて手芸コーナーにありますね。グルーガンはそう、また増えた。まあ、今すぐ修理するわけじゃないんですけど、とりあえず今日電気が使えるところで修理しとこうと思って。コーラもダイソーで2本100円の小さいやつ、1本だけでよかったんですけどね。2本100円セットなんで、パイナップルジュースとコカ・コーラ、グルーガン315円ですね。今なんかハイパワーのグルーガンって700円っていうのも置いてありました。うん、ここはそんな涼しくなかったですね。普通でした。あ、お疲れ様です。何さんから今の、とりあえず小さいコーラいただきます。なんか甘いものを飲んどきたい。あ、そう、嫌いな店員さん。うん、いや、うう、検査いらっしゃいませ、うんうん、とりあえず一本、もう一本の方は炭酸じゃない、日本酒じゃないです。サンガリアの 100% のパイナップルジュース。なんかサンガリアって時点ってCM が頭に浮かんで色物ってイメージしかないのは自分でそうやってるんですよね、わざと。イメージ戦略は。こんにちは。うん、うん、ラニュー、これは百何十ミリグラムじゃないですかね。あ、ん、え、うん、160ミリリットル、まあ、一緒、同じようなもんか。350缶の半分以下ですね。うん、こんぐらいがちょうどいい。で、あ、また初見の方いらっしゃいませ。うん、で、これがグルーガン。パスタは何しなくて、パスタ持ってます今。うん、安いですよ。色物でもですよね。で、あとグルーガンとは別売りなんですよ、このグルースティックは。サンプル1、2本とかついてないんですよ。まあ商売上そうなんでしょうけどね。うん、あ、映像は。で、映像は。今まともにいってないです。で、ふぅ。この右側のやつが、この大量のグルースティック。この1本だけでいいのに24本入りです。これでまた荷物増えたな。うん、電波悪いですね。もういや、パイナップルジュースと一緒に袋に入れたまま後ろにくっつけとくか。そう、24本もいらないのに。ていうか、うちに今23本ぐらい余ってるんですけどね。よし、じゃあ行きますか。お待たせしました。いいところ、うんうん、ここ、ん、あ、マックはこっちの方にはないです。多分白神山地方向に行ったらもうないんじゃないですかね。で、パン捨てたいんだけどな。今日はいつにも増して犠牲じゃないと思います。自販機があればそこに缶捨てられると思うんだけどな。自販機ないな。うん。宿で。グルースティックはさすがに引き取ってくれるとこないんじゃないかな。これ何ですかって言われますよね。それ熱すると溶けるものですっていう説明しかできないな。鍵穴に流し込んじゃダメですよ。ん？鍵穴に流し込んで偽の鍵を作るみたいな。偽じゃないや、スペアか。めっちゃ立派なダイソーだな。うん、ダイソー広かったんで。うん、これから溝いです。ホットボンドで、マラさんって人がホットボンドよく使ってたんですよね。で、ここはなんて、あれ、あ、あ、あっちか。うん、もう走ります。ちょっと待ちよう。缶を TC ですか。流し込んだら取れなくなるだけだと思いますね。うわー、これは厳しいな。あとタオルで蓋してるの珍しいな。タオルかスキンか。うん、何まで近くない。今日中に青森行かないと。よし、青森の県境を越えないと。
さて、じゃあやっと走ります。そう、ヘルメットに GPS 埋め込んでましたね。寄贈になりそう。青森まで行きますよ。市内じゃないけど青森県に入ります、今日中に。今朝は4時半起きかな。うん、面白球場入り口。さて、うん、いや、マックスバリュー隣にありますよ。あ、そうそう、心旅、心旅見たいんですが、ここまで2万弱ぐらいですね、電車代全部で。カメラ、ウェブカメラはロジクールの C905M だったかなっていう片目のやつです。デジカメの方だったらあのキヤノンのブーパワーショット S95 です。温泉はですね、今日途中にあります、海沿いに。お、深浦62キロ、深浦って確か12個から10キロ20キロ先かな。うん、大間、この旅、相当攻めできると思います、多分。体調あんまりですね。ん、何が何時間、列車乗ってた時間は5時半に乗り込んで12時前に着いたんで6時間ちょいですね。でも大半寝てたんであっという間でした。しかも今日はなんか寝ても寝てもなんか疲れてて、あの寝だめの逆のなんか寝ないだめができてるみたいな状態でしたよ今日は。全然眠気が覚めないというか。年なのかなというか、最近本当にあの帰る時間だってそんなに遅く、あのかなり早い方なのに、全然なんか夜眠くならないんですよね。下手したら4時まで起きてて、で7時に目覚まして、あと5時に寝てっていうのも最近多かったな。だいたい1日最近3時間以上全然寝てなかったんですよ。うん、そう、反対力もありますよね。そう、初日はだいたいいつもこんな状態です。しかも午後到着で50キロだから、私にしてはちょっと危ない。今日はちょっとやや爆睡だったな。急に、そうですね、枠にノルマ、放送にってことかな。いや、放送よりは自分がまず楽しまないと。そう、さっきあの自分の心の中で思い浮かべて、あ、これはいい言葉だなと思ったのが、自分が楽しんでないと楽しさを伝えられないという。いや、当たり前なんですけどね。あ、ライクさんいらっしゃいませ。自分が楽しめてなかったら、あとはなんかもうただ放送してるだけになってしまいますからね。私の目的的には、目的的、遠足の、うん、あ、延長詐欺、いつもの30分時点ですね。ニューマシンは自転車の方ですか。自転車は今のところバッチリです。この間雨に降られたけど。で、今回は秋田県の北の端っこの近くの、日本海側から出発して、東の城から、うん、放送できない日もあると思います。今回はバッテリーがなかったり電波なかったりで、今回は北上して白神山地のあたり通って、明日は12個ちょっと歩くのと、あと白神ラインはですね、全部、あ、工程上げてないです、実は決めてないんで。いや、全然ワクホリックじゃないですよ。仕事してないし、その特に家ではもう仕事も 100% 忘れてますからね。タッピ岬はちょっと決めかねてます。タッピ岬か大間崎かどっちかになるかなと。あ、でもどっちもできるか。あ、そうだ、津軽半島行ってタッピ崎行って、そこからフェリーでいきなり大間崎
の近くまで乗りつけて行ってしまうという手があるな。12個リフレッシュ村は結構高かったような。今日はあのライダーハウス狙ってます。12個駅前に青函荘っていう、あの普通のまあ民宿なんですけど、普通に泊まったら1泊2食8400円のところが、自転車乗りだけあのそこで食事をしたら無料っていうのが、あのライダーハウスの情報サイトに載ってたんで、で昨日電話したらなんか泊まれそうな感じでした。いや予約ってことでもないです。名前も確認されてないし、まあダメだったらあの近くになんとか海岸っていう海水浴場があるんで、そこでシャワーも使えるし、あの良さげな公園もあります。そっちはあの野宿やろうってサイトで調べました。一応近くに野宿できる場所もあるんで、まあダメだったとしても一応問題ないです。入れるよって、人間が入って列車に引かれるんじゃないんですか。でトンネル抜けた先はあの北島三郎のお里でしたよね確か。前そこの道の駅に寄ったことがある。ん？何の実力？野宿できる人がバッチリ持ってます。あの道具だけで言ったら今日本一周してるあの方よりもはるかにいい道具使ってますからね。でもテントなくても日本一周できるんですよね。どちらかっていうとテント設営とかテント撤収の時間がかからない分、あのスタイルはあのスタイルでいいよなと思ってます。草かな。荒々しいな。ポンポコさん、道の駅っていうのはこの先もあるかな。峰浜って書いてある。あ、この左側のこれは北海道で見ることがある風か雪か対策のやつですよね。久しぶり見た。北海道でよく見ましたけど、この左のなんか下ろせるシャッターみたいなやつ、道端シャッターみたいなの、これは何のためのものか未だに分かってませんが、雪除けですかこれ。あ、東北でも。私は北海道でしょっちゅう、前北海道にあの毎年毎年夏休みに行ってて、自転車で自転車を飛行機乗せて持ってって向こうで走るっていう。でトータル自転車で北海道走った日数は70日以上です、過去十何年で。あ、地吹雪。あ、うん、北海道ありますよね。あ、野々線、秋田車、今こっちは国道沿い走ってるんでしたっけ。なんかすごく新しい菅原神社、そう、運転で、なんか久しぶり聞いたな、安全運転。北海道に女がいて、女がいたとしたら各地にいなきゃいけないですね。だいたい北海道の外周一回りと、あと内陸のメジャーなとこだけなんですけど、一通りは回りました。あとはもっとマイナーなとこ行きたいな。ここ数年はあの配信で、ん？何を気にしてた。ここ数年であの配信で行ってないとこに行くっていうのを優先してるんで北海道に行ってないんですけど、また北海道行きたいな。ちょっとまたお茶。あ、大阪さんですか。ん？ん？棒かけるアバ。弘前に一応行こうと思ってます。自転車よいしょ、今休憩がてら画角かなり狭いから全体が映らないかな。こんな感じ。で、わかりましたかね。そう、黒い。そう、新車です。この間早速大雨に降られた。
ライト、あ、そうですか。いや、これでちょうどいいぐらいだと思いますけどね。輪行の時にずれてなければこの角度でいいはず。今せっかく買ったグルーガンが落ちないようにしないと。あ、はい、あ、マップ、あ、ありがとうございます。ちょっと今これ生放送しながら走ってたんで勝手に映さないように隠してるんですけどね。これこっから先の観光地図ですか。ああ、世界遺産の、そう、これから向こう行きます。ありがとうございます。じゃあいただきます。ええ、はい、ええ、あ、やっぱそうですか。そこの水抜きは大丈夫、ああ大丈夫だけど、ええ、県境の水抜きはまあ大変。あ、それ止まるのなってことですか。まあ、できるぐらい。あ、今日はあのライダーハウスって言って自転車乗りだけなんかタダで止めてもらえる宿があるらしいんですよ。ああ、ほんと。ちょっとそこまで頑張って走るつもりです。あ、止まりやすいですか。まあ、いるからちょっとバーンね。ああ。カメラも何でいいか、そのために来るから。ええ。青森県がどこまでいるの。青森県のあの12個まで。12個、止めてくれるとこあるの。ええ、あの、あんまり多分知られてないとこだと思います。全然、情報はないとこなんですけどね。まあ行ってみて、泊まれれば泊まって、ダメだったらもう海沿いの公園があるんで、そこで。ええ。じゃあ、ありがとうございます。今、世界遺産白神のゾーンパンフレット、これは地図ですね。佐々木まれだったってな、文字列意味がわからない。あ、戻っていった。あれ、あの人はここに今車でこっちの向きに何で来たんだ。津軽なまり、ですね、あんまりなんか東北弁って感じに聞こえなかったですね。若干なまってはいたと思うけど、そんなに違和感なかったですね。今ここはどこだっけ、相原、あの、何、あそこは何だったっけ、鎌倉古道か。今の人は車の人が、この辺の観光地図をくれました。話したい人、なんかあのトラックの運転手みたいな風貌にも見えたけど、どうだろうな。まあ、普通の普通車に乗ってる人でしたけど。で、あのこの先の道の駅の泊まりやすさ情報らしいものを教えてもらいました。このすぐ先のさっきのあのなんだっけ、ひらがな4文字のところ、あそこは泊まりやすいけど、県境近くの八森だったかなのところはあんまり適さないそうです。車多くて。またね。はあ、怪しい。議員だったり。可能性はありますよね。あの風貌で議員とかだったらかなりかっこいいな。見た目は本当になんか漁師っぽい感じに見えたんですけど、鉢巻きはしてなかったかな、してたっけ。さすがに面と向かって写真撮るわけにいかなかったから。はあ、実は日野翔平と間違えた。ああ、でも最近それで自転車の旅行が知られるようになっている可能性はありますね。鉢巻きが傭兵って失礼だよ。鉢巻き、そうですか。いや、なんか悪い意味で言ったつもりはなかったんですけどね。なんか私はあの、なんか網元とかの宿とかで、その宿主の人が漁師を兼ねてたりすると大体みんな鉢巻きしてるんで。あ、この学校スカイのジャージ。ウィギンスはスカイですよね。この間 Z さんに教えてもらった。ウイグル、ウイグル、ウィギンスはウイグルに似てるからウイグルとして覚える。あ、もう道の駅着いたかな。といってもなんか買うものがあるわけでもないんで、ざっと見てスルーですかね。
道の駅峰浜か。峰浜。この先猫さんいるの？良心的に。この先。いや、わかんないです。あ、本当だ。ポンポコ101って書いてある。え、ビアさんってさっきあの今ここ出してた人なのかな。まあ別にこの放送見られてるかどうかとかはわからないので、探して突ですかとか聞いたりしませんけどね。あ、峰浜那須街道。あ、電波良くなりました。じゃあ FMLE で試してみるかな。この放送見ろ。なんておへえな。若い女の子に。それはありがたいですね。まあ、今ここ出してる人が必ずしもなんかあのニコ生とかユーストとかに絡んでるわけではないですからね。トイレも行かなくていいかな。じゃあそれらしい人をちらっと見つかればそれでいい感じかな。上から目線で話しかけましょう。上から目線で私の方針に移してやるやつもいいですよ。何回かすれ違う可能性はありそうですね。すれ違う、あ、そうですね、確かに。うん、あ、ここは確か止まりやすそうだな。あ、いいね、この自転車かな。この人も旅行中ですね。ほぼ同じ装備だ。花じゃないや、オストリッチのあの T115 って私があのこの間まで使ってたやつだ。明らかにこの人は普通の旅行者ですね。普通のっていうか、なんかトスとかそういうのとは全然関係ない感じですね。 T115 というわけで、皆さんスッキリしましたか。うん、そう、旅行者。どこから来たのかな。どこから来たのか。お疲れさんね。いや、どうだろう。ん？私は放送やってるって意味では普通じゃないですけどね。この道の駅はわしがマイクラで作った。マインクラフトですね。マインクラフト、あれは動画とか見たら、いろいろあの材料を掘って何かを作るっていうのが主眼なのかな。しかもそれをなんかユーザーが延々と拡張できるってことなのかな。というわけで自転車だけ確認してきました。まあ、この先追いつかれるかな。またこの図は全員ポンポコ山公園、これがポンポコ山。サイクリストとして、まあたまたま会えばそうですけどね。わざわざ今のところで待ち構えてるのもちょっと変な感じがするんで。確認を。よし。今の方もそのビアさんって人の自転車だと思います、おそらく。ビアさんのサドルの上に名刺を置いておこう。名刺置いて、それもなんだか。東北だから挨拶は本地図は？あ、そうそう、ブルースティックもらってほしいな。あ、ナシソフト、ナシソフトか。まあいいや、すみません、行きます。自転車にロボさんのサインを書いておく。サイン。皆さんは食事してるみたいですね。え、あ、ツイッターで書いてあるのかな。なるほどね。山並みが遠くに見えますね。うん、今日は山には入らないけど、移動してる人。それで自転車だけあのチェックしてったっていう、自転車写真だけ撮って逃げました。ブルースティック、これ生の状態で使って、溶かしてない状態で使ってどうなんだろう。逃げる。これは脇道あんまないな。脇道があったらルートを作るときにルートに取り込んでいるので。ん、リンゴの木、あれ、ガリガリ、鳥逃げ、
鳥人間。ペレ、ペレってなんだっけ。この間もなんか聞いた気がするな、ペレ。とりあえずあの自転車の個人情報だけを。ペレ。あ、思い出した。なんか途中まで行ってなかった話を思い出した。昨日変な夢見た話だ。夢の中で、今私の部屋すごく散らかってるんですけど、窓を開けて寝てたら、ふと目が覚めたら部屋中がなんかゴソゴソいってるんですよ。で、よく見たら猫がいっぱい入ってきてる。その部屋の積み重なっている箱とか、あの衣類とかの間に猫がいつの間にかいっぱい入ってきてる。猫がいっぱい入ってきてて、あとイタチっぽいのが2匹入ってきてて、あとネズミがですね、5センチぐらいのネズミが1つと1匹と、あとあの極小のネズミ、5ミリぐらいしかないようなネズミが部屋の中走り回ってました。すごい放送中です。セミという夢を見ました今朝。で、本当に目が覚めたら部屋の中に猫とかいなかった。ロボさん、何を喋ってらっしゃるのですか。何を喋って夢の話。あ、フェレット、まあイタチですよね、フェレット。確かにあの天とかの類は可愛いですよね。あとその5ミリぐらいのネズミっていうのが白いネズミで妙に可愛かった。でもあの5ミリっていうのは多分私の頭の中で、あの動物はそうじゃないんですけど、虫ってあの単純に同じ形でどんどんでかくなっていくんで、それと同じ考え方をネズミに当てはめたんだな、あれは。欲求不満。そう、なんか夢としては結構楽しかったです。猫が被害らしいですね。確か人的被害ゼロっていうふうに聞いたんですけど、コメディだ。でも今回はコメディで買うものはないな。ロボちゃん、何をおっしゃっているのか分かりません。おっしゃっているのか、そうですよね。漬物投げて苦症状。あ、そうだ、FMLB。あ、よく覚えてますね。私忘れてましたよ。前輪真っ二つはどう真っ二つだったんだったかな。確か スポークがスチールたわし状になったっていう夢が一つあったのと、あと漬物の話は、持ち投げみたいなイベントなんだけど、自分たちの足元には白飯が広がっていて、で上からその女性が、なんか少女っぽい人が漬物を投げ落としてくる。で我々はお茶を持っててご飯食べるっていう。中小の、あ、この辺り梨なんですね。梨街道ってあったり、あ、梨売ってる。今来た、こんにちは。いいよ、あ、こんにちは。うん、こっちはかなり今日はいい天気です。あ、体調良くないな。平坦なとこ走ってんのに息切れるし、喉はやたら乾く。あ、向かい風もあるな。うん、あ、熱中症は、あ、そうだ、今回霧吹き持ってくの忘れたな。星新一のショートショートそうですかね。おい出てこいとか、あと N 氏とかが出てくる。 N 氏、なんか今日はあまり体調よろしくない感じです。まあ、気分悪いまでいかないんですけど、力が出ない。あ、冬場の風よけ、これですね。
に危ない危ない。ブレーキのタイミング間違えると追突してしまう。あ、そうだ、 FMLE 試すつもりだったんだ。のんびり、そうですね、私は疲れをできるだけ残さないことを最重要目的じゃないけど優先して旅行します。それがいいかどうか置いといて、うん、受ける。あー、ダメだな。 FML にやっても多分これは夕食、6時ぐらいまでに着きたいですね。6時ぐらいまでに12個駅まで、まあ輪行といってもなくはないんですけど、多分本数がめちゃくちゃ少ないのと距離的にほぼ意味がないだろうな。ハプニングで、ああ、今までラブ4泊まったことないですよね。一応一人でって検討してとかいいのかな。一人では泊まったことないんだけどな。ああ、今登ってたのがずっと下り始めた。結構ラブ4は震災の時に外国人が泊まって面白かったっていう記事があったり、いろいろありますよね。ミシン意味深。ああ。焦がずに風受けてるだけだったら気持ちいいな今日は。日本ならではだからね。いわゆるモーテルっていうのは。海外でのモーテルっていうのは、あのターミネーター2とかで出てきたの見る限りは、あれって本当に簡易宿ですよね。モーターホテル。うん、呼ぶ。またデリーの話か。デリーの話か。ニューデリー。このニコ生、まあニコ生小湯かどうか知らないんですけど、旅行で泊まる話になると 100% デイの話が出てくる話はもういいですかね。留置場はまだないな。サイクル野郎って漫画の中では留置場に結構泊まってますね。ああいう体験もまあ本当になんか罪を犯したんじゃない状態であれば泊まってみたい。お、あれはん、デリー中、この富士田ってあのロゴは富士フイルムの富士じゃないのかな。写真館みたいだけど。飯食うの早い。トイレ。ん？トイレ。ああ、留置場ってことか。ああ、そうか、そうなのか。そういや、そうだな。ん？モーテル泊まったのは誰が？なるほど。そうか。うん、健全、うん、なんかそんな感じですよね。水曜どうでしょう。でもあれどこだったっけ。あ、レベル貴重な体験ではありますよね。藤田、何何、また梨打ってる。安いですよね。いや、そもそも日本でも今モーテルっていう言い方はまだ残ってるんですかね。ドライブインみたいにもうほとんどなくなってるんじゃないのかな。そう、インキーマン、インキーマンのあれ、鈴井何先生だったっけ、下の名前思い出せない。あ、鈴井孝之先生かな。もうほとんどないですよね。ドライブインはこの間淡路島で見た。あのミスター、ミスターどうでしょう。あ、こんにちは。おお、すごいな。全部今背負ってるトレックのロードバイクの人がいた。しかも5、60代かな。あ、のチャリダーの人と今すれ違いました。
あの感じはチャリだって感じだな。なんていうかあの、インロック、そうそう。あの土下座で、小芝居の後にミスターが土下座してたとこですね。その文字、言葉のイメージで言うと、チャリダーは野宿、サイクリストは宿、宿寄りの感じが強いイメージが私はありますね。全部背負ってるとこ、腰に、うん、私も一発でそれは背中とか尻がやられると思います。まあ慣れなんでしょうけどね。あの背中に全部背負うメリットはやっぱりいちいち付け外しなくていいのと、まあ輪行の時も楽なのかな。自転車もそのキャリアつけたりしなくていいし。自転車安いです。ん？自転車安い。私が今乗ってるのは8万円もしますよ。っていうとなんか嫌味に聞こえるな。前乗ってたのがもっと高いから。でも8万円の自転車っていうと普通の人から見たら結構高い自転車ですよね。輪行ですよね。パッキングの時の手間も少ないし。うん。ん？闇？以前の自転車はバラして部屋の中にあります。その高い自転車買わなければ盗まれてもショック少ない。まあ盗まれたことは私一遍しかないけど。安いママチャリ、そんなもんですかね。うん。ん？ダイソーの話したんは、私は自転車野郎を目指してますね。自転車野郎って文字列は、あの野口康夫さんって、ひらがなで野口康夫さんっていう著作名だとそうなってるんですけど、あの自転車で世界回ってる人。おう。あ、ナンバー、私はあれはつけてもいいかなと思いますけどね。とりあえずあの自転車乗りのなんか自分に責任があるという意識が少しでも増えるんだったらその意味はあると思いますね。まあただそのナンバープレートつけるコストとかそのあたりの話は全く別ですけどね。あとなんか製造の業者がどうとかこうとかいう話は別として、体力を衰えたら株ですかね。うん、いや、ナンバー、私はあのそうそう、あの自転車が何か問題を起こしたときにあの逃げて分かんなくなるようなことが少ないっていうんであれば、管理が、うん、そもそも今全く誰もつけてない状態から全員に行き渡らせるつもりなのかどうかっていうのもありますね。というかやるんだったらあの全部無償で配布するんだけど、まあ、取り付けもやってあげますけど全員義務とかにしないと厳しいんじゃないかな。地デジ化とは違うんだから、あの普通に考えたら付けられる側の方にメリットゼロで自分がお金出したりしませんよね。ほとんど平地なのにな。うん、引っ越し登録変更してないと金置かれると嫌じゃないから。引っ越し、あ、そうか、放置自転車対策にもなるわけか、あれ。外せない構造にしないと意味ないよね。外せない、フレーム一体化とかメリットゼロじゃな。うん、ああ免許、まあ、免許制もなんか自転車乗ってる人の意識高まる方向であればそのこと自体には反対しませんけどね。そういう神奈川県は一応今のところイヤホンは片耳だったら OK と取れる文面が条例に、まあ、条例なのか何なのかルールに書いてありますね。あの道の駅はあと1キロってことは県境ももうそんな遠くないか。あと車多い。ああ、ロードバイク。
いや、あ、今上りでしたね。あ、そうか、天下りって話もいっぱい出てますね。全国の自転車につけるとなるとかなりの規模の産業じゃないけど、なんていうのかな、事業になるので、鍛えてないです、全く。だからあまり乗らないでいるとやばいです。あ、お盆休みはこれがそうです。これがあって、まあ月曜から休み取ってるんですけどね。あ、ん？サドル？ああ、家族それありますね。ナンバー横に、あの見えなくしてる、あの水平にしてナンバー読めなくしてるオートバイは私は嫌いですけどね。明確にその責任はかぶりませんよっていうふうに読めてしまうので、私から見ると、まあ、個人情報で特定されるの嫌だからってなるかもしれないけど、それでもなんか名前だけ隠して走るっていうのはなんか卑怯な気がしますね。男らしくない、まあ男かどうか別として、いわゆる男らしさがない。ああ、無糖か、そうですね。私みたいに夜目がつかない人間にとっちゃ無糖か本当怖いですね。こっちは避けられなくなる。タイヤをハンコにしとけばいい。ああ、ハンコ？少なくともアナップとか考えましたって感じじゃないかな。アナップ。無糖かな。神奈川県防署はそういう。無糖かは私にとっては怖いです。夜目が効く人だったらそんなに。無灯火の自転車が走ってきたとしても見えるんでしょうけどね。私みたいに暗いところでかなり目が悪い人間にとっては、向こうが 100% 避けてくれないと危ない。天下りってどのぐらい潤うんですかね。登録ランク多いね。当然その天下りっていう批判を受けるっていうリスクも検討した上でだろうし、ナンバーつけて自転車でスピード違反ありうるとか、わらわら専用レーンの専用レーン。私は目が悪いっていうか、まあ、いわゆる鳥目っていう症状ですね。多分目の神経の明るさ感じ取る神経が少ないんだか弱いんだかで、今でも30キロ以上出したら捕まるんじゃない、この間宅急便の荷物受け取った時に玄関先で、まあ、ドアの外で受け取ったんですけど、海外から来た荷物で自分の名前がですね、かなり小さい字で英語で書いてあったんで、名前確認してくださいって言われて、そもそもどこに書いてあるか1分ぐらい探しましたよ。暗くて字が小さいと本当読めない。老眼も入ってきてるのかな。何神経失調症。あ、マックスバルから11キロ来てる。あ、ローソンありますね。あ、どうなのか。まあそっちはそっちで問題ありますよね。老眼、いや、まだ拙者はできるんですよ。まだ近くで見ても字は読めるくらいではあるんですよ。まあでも前に比べたら明らかに近寄れる距離が離れてるな。ただ暗くて小さい字っていうのは本当読めないです。暗いところでの小さい字は。童顔。童顔。東京じゃ11キロ、うん。11キロ、そうですね。それ別の下、別の、まあ、区か、都内だったら。うん。あ、朝飯。それは自転車旅行ですかね。まあ、バイクでもあり得るか。そう、そういう時のなんか食ったこと自体はかなりよく覚えてますよね。うん。あ、ジャスコは確かあれどこだったっけ、旭川か釧路かそこら辺りでしたよね、有名になった看板。あ、観光ガイドパンフレット差し上げますって今書いてあったけど、さっきおじさんからもらったのそれなんじゃないか。あ、セブンもありますか。またコメディがある。コメディもあります。あ、スマート今日全然、あ、この辺り脇道あったのに、相変わらず GPS 地図全く見ずに走ってた。脇道あったのに、
遅くなるのと、あと一番の問題は焦点が合わせられる距離がどんどん離れていくんですよね。目のそのレンズ合わせる筋肉が弱ってきて、でよかったのかな、その目のレンズの筋肉の問題で、すぐ目の前に焦点を合わせようとするときに、まあ筋力が足りないんだかなんだかで、ん？何が先？あ、また自転車乗りだ。みんな本当にタイミング、このタイミングで走ってるんですね。うわすごい、フォーサイドだ。でバッグは私とほぼ同じオルトリーブの。フォーサイドっていうのはバッグを前輪の両脇と後ろ後輪の両脇全部につけてる人のことです。向こうはなんかこっちに全く目もくれてなかったんで気づいてなかったのかも。あ、列車が来るな。一応撮影しとくか、休憩がてら。あ、もう来た、早い。土能線のあれ、ドンコ列車ですね。リゾート快速じゃないやつ。あれは東の城で、ま、止まってるところも見ましたよ。あら、結構北海道やりますよね。うん。土能線見えましたかね。そう、気づかれなかったと思うな、多分。山の形、あ、そうですか。そうかな。特殊な形にはあんまり見えないけど、OP の形にもあんまり見えなかったけどね。あ、全部。リゾート白神ってあれ、特急料金500円で、すごいリゾートですよ、本当に。今回、直前に、そもそもあれ、自由席で行こうと思ってたんで、全席指定だと知らなくて、金曜日、昨日ギリギリで確保しましたけどね。個室、あ、ヘルメット、ああ、それあるかも。みこしの、ここは、いや、私はよく知らないです。ここのルートが夢かどうか。ちょっと今変な駅舎が見えたんで、まあ、変っていうのは良くないな。可愛らしい駅舎が見えたので。この形は前もなんかで見たな。景色らしいですね。なので今回の白神ラインを向こうに突っ切ってしまうのをやめて、1個目の峠だけ行って引き返してこようかなと思ってます。東八森駅、ちっちゃい、ちっちゃいけど、八高線のあの駅なんだったっけ、あのコンテナ1個で構成されたあの駅よりはだいぶ立派だな。お豆腐、いや、これちゃんと建物として建てられてますね。駅です。前コンテナ、貨物用のコンテナ1個だけがなんか両脇が両サイドが切り落としてあって駅になってるのよりは。マリオさん海の向こうですからね。まあ普通ですよね。このサイズだったらまあ相模線とかでもありうるな。じゃちょっとここでさっき買った、まだ少しだけ冷えてるパイナップルジュース、もうぬるいな。シルエットですかね。うん。パイナップルうまい。ああ、駅内実は一回しかしたことないんですよ。あ、うまかった。今日まだ犬吠えられてないっていうか、犬見てないな。あ、うまかった。このパイナップルとか、パイナップルと、あとレモンとかもそうですけどね。この喉乾いた時の、酸っぱくて甘いもののうまさといったら。あ、カメラ、ああ、よかった。ずれたんじゃなくて、飲んでる間にってことですよね。あとそこのビーチマートっていう八森魚市場っていう店のあのイラストがしんちゃんのお父さんに見える。あ、滑らかになってますか。
間にかごまかずも出来事も途切れなくなった。あ、なってます。なぜな感じ。あ、しんちゃんのお父さん、クレヨンしんちゃんのお父さんなんて言うんだっけ、ひろしだっけ。の今の絵は魚市場のなんかいなせな人の絵ですけど、ひろし、ひろしか、ひろしで合ってますかね。にちょっと似てると思った。でもひろしの、ひろしに詳しい人は似てねえよっていうのかもしれない。全然似てねえよって、ひろしのことが全く分かってないって言われそうだ。スペック、そうなんですか。ひろしは課長なんだっけ。おお、あ、そうだ、 GoPro ちゃんと録画できてるかどうかしばらくチェックしてなかった。もうちょっと行ったパン屋、あれかな、なんとか、ポシェットか、あれは。録画できてるかな。あとはバッテリーが充電できてるのかどうか。足の臭、足臭いネタ多いですよね。で、私は映画版ぐらいしか見たことないけど、なんだっけ、懐かしネタのやつ、あの万博ネタのやつは、クレヨンしんちゃんの映画が有名になり始めたのはあの辺りからなのかな。カロリーちょっと分かんないです。それはちょっと測ったことがなくて。フレッシュベーカリー、これは20、やつは29歳なのか。一回りしたかよ。20代だったのか、あれ。あ、接近中。あ、そうそう、大人帝国、そうそう。追い抜かれるんだったら明らかに分かりますね、あの人だって。まあ、さっき自転車を見てきたし。いますね、買ってないですが、ちょっと専用機にしようかなと思ってます。自転車とかいうキーワードで勝手に全部取ってくれるのがいいんで。500近いな。追い抜かれる挨拶の。かっこよく追い抜かれないとな。あ、こんにちは。あ、さっき道の駅で止まられてた。これ今、あ、ちょっと、すいません。もう追いつかれてますよ。今生放送しながら走ってて、で、さっき今ここ出されてますよね。で、なんか近くを走ってる人がいるってコメントがさっきから。あ、すいません、先どうぞ。あ、もう映ってしまったか。はい、え、今日はライダーハウスがあるんですよ、先に。12個のとこに自転車乗りだけ泊まれるっていうライダーハウスがあって、オートバイじゃダメらしいですね。え、12個の静かって書いて青函荘っていうところで食事すると泊まれるんだそうです。ええ、これがビデオカメラで、これ今放送とは関係なく高画質録画していて、でこっちの方で放送してます。ロボさん遅い夏休み。あ、そうです、夏休み。またロボさんの鍋料理が見たい。鍋料理、ええ、今これで今スピーカーから流してるんですよ。でコメントをコンピューターで読み上げて、地図で。でもペース合わせてもらうのは申し訳ないからな。そうです、そうです。あ、でお名前がビアさんですか。
お名前がビアさんっていうコメントで聞こえてるんですけど。ええ、そうです。これで、そう、スピーカーつけて外垂れ流してなので、人が多いところであんたらから失礼のコメントをすると大変ですよ。結構、怖いですね。ちょっと横に並んで喋ったりできない。こちらまでなんですね、今日は。で、まともに会話できないな、この状態だと。今あれ何でした？プロレスかなんかかな。今日はどこら辺りまでなんですか？結構温泉とか宿とかあるあたりですよね。で、白神はそれだと、白神ラインはさすがにないですよね。私も一応このタイヤなんですけど、全部抜けて向こうに行くのは厳しそうなんで、最初の峠まで行って戻ってこようかと思って。変装会怖いですね。そう、知り合いにも。そのペースを合わせるのが本当に苦手なもんで。後ろに疲れた。そうそう。白神山地に突入。白神山地。明日白神山地をちょっと入り口だけ行ってこようかなと思って。あ、これですか。実はつい最近までマウンテンバイク乗っててツーリングしてたんですけど、思いっきりクラックが入っちゃって、後ろを取られたのか、後ろを取られてますけど、前走られるとずっと映ってしまうし。あ、海見えますね。で、今日初日なんですよ。12、3年ぐらい、チタンフレームだったんですよ、それは。山に。海よろ。ちょっとじゃあ海見ていくかな。こっち側行けるのかな。ね、聞こえますよね、はい、聞こえますね。で、ここもマイクつけて、はいはい、さっきちょっと追い抜かれる瞬間に顔映っちゃったみたいです、これすいません。一応こういうのやってますっていうので自転車名刺があるので、はい、全部一緒なんですけど、はい、絵だけ違います。何種類かあります、はい、よかったら1枚どうぞ。ノリクラです。去年行ったノリクラなんですけどね。こんにちはって言われてる。バイヤーさん。で、これでやってるんですよ。わ、なんか溶けてる。富士通のルークス。あ、そうです。ルークス U って今もうないモデルなんですけどね。ここですね、画面が。こんな感じで。はじめまして、これがコメントなんですね。自転車の妖精の声です。だいたい50人ぐらい見てるのかな、同時には。トータル人数は1日で1000人超えたりするんですけど、ここニコ動画。ニコニコ生放送と、あとユーストリームっていうのが今、はい、メジャーな生放送のシステムですね。写真、あ、そうだ。公開するわけじゃないですけど、一応、こうやって撮らせてもらっていいですか。はい、よっと。ありがとうございます。あ、今こう出されてるってことはかなりやっぱこの手の、はい、話には、あ、放送はしてないんですけど、ね、そうそう、今ここ出してると結構、はい、この生放送がやってると、
近くに誰がいるってのずっと言われて下手したらこっちから絡みに行かなきゃいけないこともなるんでコメントがすごい、ええ、写真撮った、ええ、おパワーショットだ、私もパワーショットです。ロボさん、ええ、ロボです。住んでるの横浜の方なんですけど今日新幹線で来ました。あ、ええ、これはどちらから走られてるんですか。埼玉。あ、そうなんですか。秋田ですええ、秋田から、あ、じゃあ今日は2日目なんですか。そうです、はい、そう、私も2年前にこっち側の方走ってきて、はい、秋田通って東の城まで来てたんで、はい、2年越しで続き走ってるんですよ。で、まるまる10日間休み取って、はい、行けるところだけ行くっていう、はい、埼玉のどこかな、埼玉、坂田って言われてましたっけ。埼玉の今、埼玉、ええ、埼玉からず電車で坂田から、ええ、あ、そっか、坂田に来てそこから走ってるってことですね。自走でタッピ、え、もうどこ行くか決められてるんですか最終的に。本線沿い横を回る予定なんですけど、ね、ええええ、でそこで、弘前まで回り込む形ですかね。それか津軽半島行くか。本当は津軽半島行きたいですけど、うん、私もどうしようかなと思ってるんですよね、はい、津軽半島行ってフェリーで下北渡るって手もありますよね。 ありますね、ええ、あと函館に渡るか、はい、函館は確か青森市街地からでしたっけ。そうで、青森から出てますね。ですよね。今もフェリーがないから青函、青函フェリーでしたっけ。青森から、あ、よし、じゃあここから先は海沿いに降りると、こういう出会いっていいね。ですよね。あ、ダメだ、行き止まりだ、これ。こういう道が好きなんですか。私もそうです。裏道いいですよね、こういう旧道。旧道、旧道ですね。あ、じゃあ同じ思考だ。大間のマグロ食べたい。ねえ。まあ、自転車発出するぐらいのが旧道。その手の旧道だと、あの、舗装されてないところとかあんまないんですかね。あります。ですよね。ちょっとパスして、うん、まあロードバイクだし、うん、あ、シートボストキャリアで、これはフレ、サイドフレーム付きなんですね。本当はここに固定しちゃうんですけど、ええ、穴が開いてない、ね、うん、ラブ穴が。私のこれマウンテンバイク用のキャリアなんで、ちょっとギリギリです。あの、クリアランスが。ミヤさんのマシン紹介&エイドン。マシン、わぁ。これあの MT キャンピーって日東のやつです。うん。なんか自転車リクエストされてるんで、自転車だけ写してもいいですか。はい、でさっきあの道の駅にいるときに勝手に写してたんですけどね。フォンドリエスト。あ、これなんか見たことある気。これメーカー名ですかね。メーカー名。あ、フォンドリエスト、うん、かなりこれはあのペダルの様子見ると使い込まれてるの分かりますね、はい、裏側があの削れて銀色になってる。私も前 つい最近まで乗ってたやつはボロボロだったんですけどね。これからですね、私の方は。なんか青いナズマとか言われてる、聞いたことあるな。ブルーサンダー号、そう、あ、フォンドリ、軽いの。荷物はこれはあの小さい方のパニアバッグですよね。私はこの間そのパニアバッグですごい雨にあって、どこだったかな、麦草行った時に、麦草峠って、いや、八ヶ岳です。そうです、長野です。あ、評判がいいですと伝えてくださいというのを言われた。お、なんかあの評判いいですって言われましたよ、この自転車。あっちの三輪車、あれか、あああれはあの確かに こういうところに来るとよく見るな。トライクですね、トライク。今もあるのかな。モデルとしてはこれは今売られてるんですかね。フォンドリエスト、メーカーとしてはありますけど、ね、このシリーズはもう売ってないと思います。あとオーディボックスって確かあのどこだったかな、はい、池袋か上野でしたっけ、はい、あ、すいません、
さてじゃあ、あんまりすみません、足止めしてるとあれなんで、私も今日はそのまだ食堂やってる間にそのライドハウスに着かないとおそらく食事の条件満たせなくなるので、え、じゃあ、あのペースは私はかなりあの休憩バリバリしながら行くんで、まああの速度は特に合わせるということもなくお願いします。すまないですね。